とことんやり込む、どうも、なおちんです。さあ、今日も、妖怪学園 Y、YY 学園生活やっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、やっていきましょう。今日はね、ストーリー、進めていきましょう。エンマ大理事長からのミッションかな？破壊屋 DX の座標を捉えた。いつでも転送可能だ。破壊屋 DX、乗り込むみたいだね。突入すればそう簡単には戻ってこられなくなる。それでも出発するんだな。まあ行くしかないからね。行きましょう。DX 内部の空間がねじ曲げられている。これマゼラの仕業ってことだよね。どうやら敵のいいように改造されているようだな。私たちが必死の思いで完成させた破壊や DX をこんな、絶対に許せない。この先は完全にエイリアンどものテリトリーというわけか。なんとしてもコントロールパネルまでたどり着くぞ。あ、そんでマゼラのやつにミサイルをお見舞いしてやるぜ。はい、では行きましょう。コントロールパネルは一番奥にある。宇宙空間の上みたいなのも動けるんだね。おそらくエイリアンの大軍が待ち構えているだろうな。おお、自動扉だ。何こいつ初めて見る。レベルが400。俺たちに喧嘩を売ったことを半ば後悔させてやらないとな。初めての敵が出てきたね。一丁かましてやんぜ。行くぞ。コマ君のママもいるんだね。はいはいはい。おお、完全なダンジョンか。グレイエージェント。道も分かれてる。あ、こちら外れか。どうだろう、敵は全員倒さないと開かないタイプかな。いや違うな、もう旗が出てるってことは別に倒さずともいけそうだね。うん、みたいだな。おおおお、こんなに、まあまあノーマルだからね、難しくはなさそう。え、なにこれ、なんか UFO が、ミニ UFO がいる。あ、別に何もないのか。あれに入るとどっかにワープするとかそういったことはなさそう。はい、こっちか。新しいヒーローのね、必殺技が欲しいんだけど。お、なんだこれ。え、どうすんのこれ。え、ほら入り方が分かんない。あ、なるほど、こいつの頭を持っていってぶち当てるのか。はいはいはい、そういうこと、そういうことね。じゃあ手前のあの青いところにも入れたってわけか。なるほど、敵の頭を使って入るのね。あ、これね、これを持っていくってわけだ。ははは、ちょっと待って、持っていこうと思ったけど、おー、なんだこれ、これ無重力ハンドと一緒か。無重力ハンドと同じ能力が発動するアイテムが落ちてるんだ。はい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 、あ、あそこにもある。え、でもないよないよないよ、目玉がない。あれ取ってこなきゃ。 あ違う、目玉あった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 。これ目玉なくなったら終わりだな。と
ちょっと待って、あそこはあれか、壁じゃないんだ。目玉ないか、目玉あった。これをうまいこと投げなきゃね。こっちから投げようかな。と、はい、おっしゃ、入った入った入った、入れた入れた、よし。ここはこうやって移動していく。うん、しゃあ、行くぞー。ナイス。移動方法が若干難しいっていうやつ。こっちか。おお、まあまだ敵が弱い分まだ大丈夫だなね。ここをちょっと倒してだね。こっち持っていけばいいか。とと、よし、入れ。ん？何もない。え、あ、これ何もなかった。外れ。そういうところもあるのか。よし、行きましょう。外れの道もあるっていう。こっち？おお。待っていたぞ、お前たち。予想通り、身の程もわきまえず乗り込んできたか、猿どもめ。ふけー！俺たちは猿じゃないぞ！猿っぽくなっちゃってるよ、ジンペイ君。悪いけど、そこを通してもらうよ。そうはいかない。せっかくお前たちと再戦するために地獄から蘇ったのだからな。何？忘れたとは言わさんぞ。ピラミッドでのあの熱き戦いを。お前、ドーベルか？機械になっちゃったの？うひょー、イカス喜んでる場合？無駄話はそのくらいにしておけ。そろそろ奴らを血祭りにあげるぞ。待て、まずは俺だけでやらせてもらう。出だしは無用だ。復讐の念に取りつかれたか。まあいい、勝手にしろ。感謝する。この瞬間をどれほど待ち望んだことか。へっ、何度だって返り討ちにしてやるぜ。前のようにはいかないよ。我々の歩みは誰にも止めることなどできない。来い、我が好敵手たちよ。強そうだよね。でもアニメでは結構簡単に倒してたけど、ドーベルと同じ感じで倒せる。さあ、楽しい。なんか全然ドーベルっぽくもない。あ、まあまあまあ、そうかそうかそうか。これノーマルだ。超でもないし、ましてや極でもないから。あ、ウェーブ出てくるんだ。変身するの？あ、変身はしないか。どう変身する？あ、しなさそう。マゼラ様からもらったチャンスを封印しよって。お、お、違うやつが出てきた。こいつ出てきたよ、リゲル。お前は強いのかい？ならばこのレベルが。いや、弱ドーベル以上に弱い。ああ、もう弱すぎ。当然さ、
ビゲル HG HG になっちゃった。こいつはどうなの、強いのかい。なんか大きいヌメヌメになった。いいね、これが奴の本性か。まあノーマルだな、大したことない。よし、あと一発ブルーストリームで。うわー、その前にやっちゃったか。なんかこの新しい敵たちから新装備、新必殺技が出ようね、出そうね。新必殺技は絶対出ると思う。なんとか倒したけど、思った以上に消耗しちまったな。敵の幹部を片付けたのは大きいが、このままでは。よっしゃ、犬仮面と巨大なめくじを倒したぜ。お前たち聞こえるか。閻魔大理事長からだ。どうかしたんですか。その先マゼラの気配が大きくなっている。地球に戻り一度体勢を立て直せ。そいつはありがてえ。正直自利品だったからな。でも戻ると言ってもどうやって。突入してからもお前たちの座標は常に追跡していた。突入時と同じ要領で回収してやれる。え、帰んの？マゼラは？それに、破壊や DX が地球に向かっているのなら一刻も早く止めるべきでは。お前たちの心配ももっともだが安心しろ。俺とヌラリで結界を張った。しばらくの間だが、破壊や DX をその場に留めておけるはずだ。すごい、そんなこともできるんですね。であれば急ぎ地球に戻り準備を整えて再突入するぞ。オッケー、じゃサクッと帰るか。閻魔大理事長お願いします。了解した。再突入の準備ができたらもう一度学園長室まで来い。俺たちも転送の準備を整えて待っているからな。ああ、分かったぜ。はい、ということで一度地球に戻ってきました。ドーベルとあとあの巨大ナメクジね、結構楽勝だったけども、多分ミッションで極とかで行くと強いかもしれない。ちょっと楽しみですね。またねストーリーやっていくのでチェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。そいや。